はい、どうも、不明だよです。今回ですけども、11月の新ツモを予想していこうじゃないかという、まあ、動画になっております。まあ、ここ最近はですね、X とか、まあ、そもそもアップデートとかでね、すぐ、新ツモの方が分かってきてしまう状況下に、まあ、結構あるので、まあ、ちょっとね、早めに、まあ、新ツモの予想をやっていこうかなと思っております。はい、ということで、皆さんもね、何が来るか、予想、ぜひね、コメントで教えてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、アップデに関しては、まあ、多分28か29、まあ、多分20、まあ、そうですね、この2日のどこかで来るかなと思います。なので、まあ、ここで、まあ、ちょっとね、ひとまず、まあ、アップデしてアイコン変わるかどうかっていうのを確認かなと思います。で、まあ、コラボとか、そういうのがもしあればですね、X の方で、事前に来る可能性もあるかなと。はい、思います。まあ、その辺は、ね、まあ、ちょっと X も、ちょっと注目して、確認して、毎日確認していかないといけないのかなと思います。はい。っていう、まあ、新ツモ情報の流れはそんな感じかなと思います。最速での情報解禁はそこら辺かなと。で、恒例のスキル映像解禁とかは31日というところになっております。はい。ということで、まあ、新ツモの予想の確認事項をね、まあ、ちょっと見ていただきたいんですけれども、これでいいか。まず再生リスト、こちらね、特に、ございません。まあ、さすがに早すぎるんでね、まあ、ないでしょうよと。このね、再生リストの本数ですよね。まあ、ここが、まあ、いきなり、はい、3本とかになってくると、まあ、ペア積むとか、セット積むの可能性があるよというところにございますと。はいですね。まあ、ただ今の状況下では特に分からずというところですね。誕生日なんですけども、誕生日は、もうね、たくさんいすぎてちょっと記載しきれないんで、まあ、ちょっと実際見ていただこうかなと思います。はい、ということで、見ていきましょう。こちら11月、誕生日のキャラクターということでこんだけいます。サリーマイク、サリーマイクに関してはあの、セットツム来てるのもまあないでしょうと。ダーフィーに関してももうないでしょうというところですよね。あと、インクレディブル一家が11月5日と。で、ロビンフットも、11月8日と。さすがにロビンフットもなさそうかなという感じはしますよね。で、11月13日がベルと。で、11月17日がアリエル・アースラと。で、11月18日がミッキーとミニの誕生日と。で、あとは11月22日が、まあ、トイ・ストーリー系が誕生日ですよ。多分これは上映日なんかな。そんなことはないんか。キャラクターたちの誕生日11月22日と。同じくミゲル・ヘクターが、11月22日と。ヘクターとかもう早く来てほしいですけどね。で、11月23日はモアナと。モアナに関しては12月にモアナ2がね、公開されるんで、まあ、ここはないでしょうというところですよね。11月24日、ラプンツェル。まあ、これも、先月だっけ？先月だか先々月に来てたんで、先月かな？なんで、ま、来ることはないでしょう。アラジン・ジャスミン・ジーニー。この辺は、まあまあ、ワンチャンはあるかもしれないですけど。で、11月27日、アナ・エルサは、まあ、来ないかな。もう今年来ちゃってますんでね。っていう、形となっております。では、ちょっとエクセルの方戻りますけれども。こんな感じです。で、過去の傾向、ちょっと見ていきたいと思います。実際。まあ、でもね、ミッキーとミニーが誕生日っていうこともあってですね、新ツムはミッキー、ミニーが多いです。はい。ただ、去年はですね、デザイナーコレクションというところで、まあ、プリンセスが、来ております。あと、マイエレメントが、最新映画で、の絡みで来てるというところですね。プリンセスっていうところもね、来てるんで、まあ、ただ、これ9月にもね、今年、来てるんで、まあ、さすがにプリンセス枠はなさそうかなと思います。その1個前は、何が来てたっけ？チップとデールか。チップとデールとノートルダムと、姉という感じですね。直近2年はミッキー来てないですね。直近来てないんか？ 3 年も来てない。あ、3年目は来たか、さすがに。3年前はさすがにフィルハーマジックミッキーが来ているというところですね。
でもここでもね、一応ね、アナが来てるんですよね。誕生日絡みなのかわからないですけど、まあ一応誕生日月に来てると。あとはライオンキングのところですね。まあこれはちょっとね、ようわからん、なんか、新ツムのラインナップでしたね。ミッキーとまあアナはあれでしたけども。っていう、まあ感じで、まあちょっとね、直近は意味わからん感じですけども、まあ、やっぱり、ミッキー2かなと。まあ、ミッキーですね。過去はね、ミッキー3体新ツム、ね、一月に来た時もあったりとかね、ありますし。で、報酬ツムでミニーが来たりとかもありますよね。で、次、セットツム、ペアツム、チャームツムが来るのかどうかっていうところですけども、まあ、スパンの確認をね、すると、まあ、なんとなくわかるかなということで、まあ、セットツム1、5、10っていう感じで来てるんですけども、まあ、さすがにもう今年はこんなそうだよな、というところですよね。で、ペアツム2月、8月ということで、まあ、年内に1回来そうだなっていうのはありますね。で、チャームは3月、4月以降、1回も来てないので、まあ、これもね、もう1回は来そうだなっていうところがございます。で、個人的にはね、多分チャームになるかなと思います。で、12月に、ペアツムが来るという形で、11月チャーム濃厚説、はい、だと思います。個人的には。12月のペアツムはね、もう本当にね、こう3、とかもペアツム来てからずっと来てるんじゃないかな、12月。っていうスパンで来てるんで、ペアツムはね。なんでまあ、チャーム濃厚なのかなという感じですね。で、ディズニー、まあ、公式サイトとか映画のサイトとか見るとですね、まあちょっと前にね、デッドプールとかインサイドヘッド2があったりとか、まあ30周年のライオンキングとか10周年のベイマックスがあったよというのがございます。はい。ただね、これ30周年ライオンキングに関しては12月にね、ムファサの映画が公開されるんですよ。なので、まあちょっとここは厳しいのかなと思います。ライオンキングに関しては。お、見えてるかな。この12月20ですよね。ここね、これがあるのでちょっと厳しそうだなっていうのはございます。はい。っていうところを踏まえ、まあ自分がね、予想するところを、紹介させていただきます。下に、載せてあります。まずは、やっぱ、ベイマックスですね。まあ、これが去年じゃない、今月か。今月10周年ということで、で、あとは、ディズニーゲームの公式のところでですね、来てほしいツムみたいな動画の中に、このワサビとか、そういうところの、まあ、ベイマックスのね、話が出てたんで、まあ、このツムですよね、まだ来てないところ。と、まあ、あとは、愛人ですね。ツムスタで怪人ね、めちゃめちゃ強かったんで、怪人も来てほしいんですけど、まあ、このあたりが、ベイマックスシリーズで来るのであれば、まあ、ワンチャン、ここら辺の3体が、そうかなと。まあ、あとはベイマックスの、まあ、別シリーズ。まあ、それこそチャーム、ベイマックスのチャームが来るんじゃないかな、というところですね。はい。っていうところがあります。で、あとは、こう、まあ、これはね、ミッキーですけども、これはね、これもね、ツムスタのイラストなんだけど、バースデーミッキーっていう、まあ、名前のやつで、まあ、これは中央消去した感じかな。まあ、ケーキのイラストが出てきて、その形に消去してくれるみたいな、確かスキルだったんですけども、そんな、ツムでした、ツムスタの時は。で、ここはですね、ヴィランズ、を入れております。で、ヴィランズは、うん。10月来なかったんで、てか、今月ね、なんかまとまってヴィランズ来てないんですよね。まあ、今月は一応ピート来てます、みたいなところあるけど、まあ、あと一応あるか、これランドールもそうなんだっけ？ランドールも、モンスターズインクセットも一応ヴィランズ枠でついてるんですけど、ヴィランズのみっていうのがなかったんですよね。ほんとね、ヴィランズが少ないですよ。まあ、この、ボバフェットとかジャバザハットもそうかもしれないですけど、そう、少ないんですよね。めちゃめちゃ少ない。あと、このハンスとマシュマロぐらいか。っていう形で、そう、今月ね、ヴィランズがマジで少ないんで、ヴィランズを入れております。で、その中でも、マレフィセント、最近来てないじゃないですか。それこそ、魔女マレー以降来てないか。
来てないですよね。違うわ、魔女マレの後にあれが来てるか、マスカレド・マレフィセントが。でマスカレド・マレフィセント以降来てないかなっていうことと、まあ、あとはチャーム、マレフィセントのチャーム来てなかったんでっていうところで、まあ、ちょっと入れてます。あとはガストン、もまあワイルド・ガストン来てますけども、まあ、チャーム枠来てないっていうところ、まあ、あとキラキラシリーズあるじゃないですか、ちょっと前に出てたキラキラシリーズ、去年だったっけ、あのスカーとかいろいろ来た、それこそあれか、あのチェルナボーグとか入ってましたけども、まああのシリーズとかで、まあ、ガストンとかそういうのも入ってくる。マレフィセントもいなかった。マレフィセントはジャマレがそうなんかな、ジャマレがそうだったら入ってこないかもしれないですけども、まあマレフィセントもそういう枠で来る可能性もあるかなということ。まあちょっとね、やっぱチャームで来てほしいツム2体ですね、ヴィランズ入れさせていただきました。自分がね予想するのはこのヴィランズかミッキーか、まあベイマックスですね、ここら辺になるのかなと思います。ただミッキーに関しては今月来てるんでちょっとねっていうところあるんだけど、まあただねミニーが今年めっちゃ来てるんで、新ツム5体来てるんだったっけ、そうなので、まあミッキーが普通に11月に来てもおかしくないかなということで、まあ一応ね予想は入れさせてもらってます。はい、という形で、まあちょっと動画としては長くなってしまいましたけども、自分の予想は、以上となります。まあ皆さんのね予想もまあぜひねコメントで教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。